こんにちは、マースケーチャンネルです。お絵かき完成しました。今回描いたのは乃木坂46の5期生岡本ひなさんと奥田いろはさんの2人でした。この2人はですね、俺が描いてる5期生の中でも、描くのが難しい2人でですね、この左側の岡本ひなさんは過去にまだ1回しか描いたことなかったので、再チャレンジということで、奥田いろはさんは何回か描いたんですけれども、なかなか思ったように描けなくて、今回もね、苦労しましたが、最終的には少し調整して、ちょっとね、思ったところまで描けたということで、良かったなということで、こう練習になるお絵描きです。それではね、説明させていただきます。まず、下地塗りは鼻の方を下地塗りから開始しまして、いつものように薄だいだいで、薄く軽く色をつけていきます。で、口紅の色は今回はちょっと濃かったので、薄紅色で、まず全体的に薄めにつけておきます。で、目のね、でちょっと一番難しかった目のね、瞳の色は茶色とそれから黒で描いてあります。で、軽くこの辺で少しね、髪の流れも描いておきまして、今回難しいのは、レースぐらいな、レース地の、服、袖が透けている服なので、その表現をどうするかっていうのをこう考えながら描いていきました。はい、じゃあ次です。はい、で髪の毛の方にも下地塗りをして、さらに下地塗りをしておきます。今回は、ちょっと光がね、当たっている関係で、髪の毛の下地塗りは、茶色でね、薄く下地塗りをつけておきます。で、先ほど言いました服もね、描くのが面倒というか片変装だなということで、左の岡本ひなさんは黒にちょっとね、こう光ってラメが入っているような感じ。で、右の奥田ひろさんは、えんじといいますか、赤紫色の、服で、2人とも首のところにこうね、マフラーのようなね、リボンのような感じのものをこうね、首に結んでいるという様子なんですけども、服とね、色が一体化しているので、そこをね、どう描き分けるかっていうのも大変なところでした。はい、じゃあ次ですね。はい、でさらにね、色を重ねていきまして、髪の毛もね、茶色の上から、黒くね、髪になっているところを黒で描いてね、さらにこうハッチングしていきまして、それぞれ服をね、さらにね、こう調子を入れてハッチングして、調子を入れて、濃くしていきます。はい、でこの辺で仕上げに入ります。で、服なんですけれども、逆にね、こうハッチングの線を残した方が質感、服の質感を表現できるのと思いまして、わざとね、縦横斜めの線をで引いて、そんな感じで表現しておきます。それからね、ちょっと眉間あたりにね、こう影がね、映っているので、そこの辺を最初、オレンジ色とかで引いてたんですけれども、この辺でちょっとね、濃くしようと思いまして、この辺、この辺ですね、この眉間とかこの辺とか、この辺で茶色を重ねておきます。で、もうこの辺からもう仕上げで髪の毛、さらにね、茶色をこう何本も重ねまして、髪の毛をの質感をこう表現していきます。はい、これで完成です。はい、右側の六大いろはさんは最初の方から見ていくと、こっちの目がね、うまくいかなくて、これでね、だいぶね、変えてきたんですね。じゃあちょっとね、最初の方に持ってみましょうか。ちょっと目を見てみてください。最初こんな感じだったんですけども、
目の瞳の、ね、大きさとかこう 何回かこう消して直していきまして、このまだここからもさらに、ね、こう直したんですね、で これで直してちょっとね思ったような感じにできてきたということで、はい、これで完成です、はい、というわけで、今回はちょっと難しい、自分でもね、何回書いてもこう難しいんですが、こう勉強のためにということで岡本ひなさんと奥田ひろさんの2人を書いてみました。はい、で 次のねお絵かきはですね、前にこう書いて色鉛筆で書いたことのあるあ、ね、乃木坂のメンバーを今度は同じものをこう鉛筆で書いてね、見ようかという気になりまして、ネタを準備しました。はい、ということでまたそちらねご期待いただきたいと思います。はい、というわけでこの動画が万が一面白いと思ったらグッドボタンもしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。